はい、望月凛です。今回はブルーベリーアイでおなじみ若狭生活の代表取締役社長である角谷健一さんの書かれた長生きでも脳が老けない人の習慣を解説していきます。この本は一言で言うと認知症にならない習慣を教えてくれる本だ。認知症か、将来ちょっと心配ですね。認知症は自分の問題だけじゃないぞ。両親や家族が発症することだって考えておかなければならない。認知症が進んでいくと大好きな家族の顔や名前やそれまで生きてきた思い出や愛情までも消えてしまう。それは悲しすぎますね。著者自身、祖母が認知症を発症してしまい、大好きだった祖母から自分の記憶が消えてしまったという辛い経験をしている。それが原動力となり、みんなに若々しく健康でいてもらいたいという思いで、若狭生活という会社を起こしたそうだ。そうだったんですね。この本では、そんな認知症にならないための基礎知識から予防法まで丁寧に解説されている。今回の授業を受ければ、認知症を予防し、進行を食い止めるための生活習慣について知ることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は脳の老化イコール認知症ではないだな。まずは認知症についての正しい知識を知っておくことが重要だ。私たちの体は年を取るとともに老化していく。そして脳は年を取るにつれて老化し少しずつ萎縮、つまり小さく縮んでいくんだ。え、そうなんですか。うむ、脳が萎縮する主な原因は脳の神経細胞が少なくなることだと言われている。一説によると毎日およそ10万個もの神経細胞が失われていっているが、脳全体の神経細胞は約140億個あり、全部がなくなるまでには400年近くかかる計算だ。つまり脳の神経細胞を10万個失ったからといって脳の機能が急激に衰えるということはない。そしてこの脳の老化によって起こる現象が認知機能の低下だ。何かを覚えるのに時間がかかる。つい最近の出来事なのに記憶があやふや、人の名前をど忘れする。こういったことは年を取ると脳の老化によって誰にでも起こる現象だ。若い頃のように走れなくなったとか脂っこいものを食べられなくなったみたいな現象と同じレベルで、日常生活に影響がないのであればそこまで心配する必要はない。なるほど、僕も人の名前が出てこないことが増えてきた気がします。ただし認知機能の低下が加齢ではなく病気によるものだと、あっという間に認知機能が低下し自分だけで生活することが難しくなる。これが認知症だ。恐ろしい。だが逆に言うと、いつまでも脳を健康に維持することができれば回避できる病気でもある。次は物忘れと認知症は違うだな。認知症とよく間違いやすい脳の老化現象が物忘れだ。え、どう違うんですか。うむ、物忘れと認知症の大きな違いは記憶の一部だけを忘れているのか全てを忘れているのかという点だ。例えばお前は昨日の夜何食べたか覚えてるか。ハンバーグとあと何か食べたんですけど、なんだっけな。そういう食べたことは覚えているけどメニューがはっきり思い出せないというような場合はよくある物忘れだ。だがご飯を食べたかどうかも思い出せないという場合は認知症の可能性がある。なるほど。同じように買い物に出かけたけど何を買うか忘れたというケースはそれほど心配いらないが、買い物に出かけて外出した理由そのものを忘れたり自分がどこにいるのかわからなくなるというような場合は認知症が疑われる。また物忘れをしている自覚があるかないかもポイントだ。物忘れの場合自覚があるのでメモを取ったり一生懸命思い出そうと努力するのでさほど日常生活に問題はないが、認知症の場合は忘れている自覚が全くないので忘れていることを気にしなくなる。そして周りの人に物忘れを指摘されても何を言われているのか理解できなかったり会話したこと自体を忘れるようになる。これが進行すると水を出しっぱなしにしたり近所で迷子になったり日常生活に支障をきたすようになってしまうんだ。次はアルツハイマーの原因は脳のゴミだな。認知症の5から6割を占めていると言われているのがアルツハイマー型認知症、つまりアルツハイマー病だ。そしてアルツハイマー病の場合その原因が少しずつ明らかになってきている。アルツハイマー病って認知症の一つの種類だったんですね。
そうだ。そしてその原因と考えられているのが2つのタンパク質だ。タンパク質？うん。1つ目はアミロイド β で、これは脳が活動している時に出てくる老廃物、いわば脳の中のゴミだ。不要なものだから本来は分解されて体の外へと排出される。ところが老化によってこの分解排出システムが衰えてくると、脳の中にゴミが溜まっていくような状態になる。そして大量のゴミがくっついて固まり、老人斑という毒性のものができてしまう。アルツハイマー病患者の脳の写真にはこれがシミや斑点のように写っているんだ。そうなのか。そしてもう一つがタウというタンパク質だ。タウ？聞いたことないですね。タウはもともと脳の神経細胞に栄養などを運ぶ通路を支えているんだが、アミロイド β がゴミの塊として溜まってくると、タウも変異して同じように毒を持つ塊になってしまうことが分かっている。このゴミの毒によって脳の神経細胞が殺されてしまうというわけだ。怖すぎます。次は認知症は治らない、だから遅らせるだな。さっき話した脳のゴミは、様々な研究からアルツハイマー病を発症する25年くらい前から溜まり始めることが分かっている。発症が70歳だとすると、45歳くらいからゴミが溜まり始めているということだな。そして発症から10年ほどで死に至る。つまりアルツハイマー病というのは35年をかけてゆっくりと進行して死に至る病気だということだ。それって発症しちゃったら治らないんですか？残念ながら認知症を完全に治す治療法はない。治療の目的は症状を軽くしたり進行速度を遅らせることになる。アルツハイマー病の薬もあるが、どれも進行を遅らせるもので、根本治療の薬ではない。マジですか？だからこそ少なくとも認知症の手前の軽度認知障害の段階で手を打つことが重要なんだ。軽度認知障害？軽度認知障害は MCI とも呼ばれるが、少し前にお願いしたことを忘れてるなどの記憶障害が起きているものの、日常生活には大きな支障のない程度の状態のことだ。そしてこの状態から5年で 40% が、1年間でも 10% が認知症に移行すると言われている。やばいじゃないですか。ああ、だが認知症と大きく違うのは、軽度認知障害の状態ならそのままとどまったり正常な状態に回復することが可能なんだ。お、そうなんですか？うむ、つまり現段階での認知症との正しい戦い方は、 MCI をできるだけ早く発見し進行を遅らせ、そのまま人生を逃げ切ることだ。次は認知症は生活習慣病だっただな。軽度認知障害、つまり MCI の進行を遅らせるためには生活習慣を改めることが最重要になる。実は研究で糖尿病になると認知症のリスクが格段に上がることも分かっている。糖尿病患者やその予備群はそうでない人と比べてアルツハイマー病の発症リスクが 4.6 倍も高いという報告がある。そんなに違うんですか？うん。糖尿病の原因と言われる偏った食事、運動不足、睡眠不足、過剰なストレス、お酒の飲みすぎといった生活習慣のどれもがアルツハイマー病の危険因子であることも分かってきたんだ。ふむふむ。少なくともアルツハイマー患者の3から8割は脳梗塞や脳出血を伴っていることも判明している。実はアルツハイマー病は血管に障害が出る生活習慣病であり、脳の糖尿病なんだ。全然知りませんでした。ああ、逆に言うと認知症を予防するために何か特別なことをする必要はなく、よく言われているような生活習慣病対策を実践するのが一番ということだ。そうやって生活習慣を改めることで進行を止め、認知症の発症を抑えたまま寿命を迎え人生を逃げ切る。これこそが脳の若さを保つ科学的に正しい唯一の方法だ。なるほど。僕も寿命まで認知症にならずに逃げ切りたいです。うん。自分にとっても家族にとってもその方が幸せだからな。では次から気軽に始められる認知症予防の習慣を紹介していこう。お願いします。次は未知の出来事で脳が活性化するだな。さっき話した通り、軽度認知障害までなら脳の健康を維持することはできるし、たとえ軽度認知障害になっていたとしても正しい生活を始めれば認知症を発症せずに逃げ切れる。とはいえ認知機能の衰えを感じていない状態ではなかなか予防のための行動に移せないものだ。実際若さ生活の調査によると約7割の人が認知症予防のために特に何もしていない。まあそうですよね。どんなことから始めればいいかもピンときませんし。うん。そこで簡単に始められる具体的な方法をいくつか紹介していこう。はい。
まずはご飯を食べに行くときなどに自分の行ったことのない新しい店に行くことだ。人は老化が進むと慣れないことが不安やストレスになり、できるだけ慣れている環境を選ぼうとする。これは店選びに限らず、脳の老化が進んでくると流行の曲などに興味がなくなって、懐かしの曲ばかり聴いていたり、見慣れた映画を見直したりするものだ。あー、それめっちゃわかります。なんか慣れてるものの方が楽なんですよね。だが脳の神経細胞は未知の出来事に出会うことでより活性化して働きが良くなる。つまり同じことばかり繰り返していると脳がマンネリ化して機能はどんどん劣化していく。そうなのか。うん、だからこそ新しい店や場所に行ったり、聞いたことのない音楽などを意識して聞いてみるようにするといいぞ。わかりました。次はながら作業で脳が活性化するだな。普段の生活でおすすめなのがながら作業だ。何かしながら別のことをやるっていうことですか？うん、例えば洗濯物を畳みながら歌を歌う、教育系 YouTube を見ながらメモを取るなど、実際にやってみると案外どちらかがおろそかになるものだ。こういう2つ以上の作業を同時にやるのは簡単にできて効果のある脳トレの一つだ。なるほど。中でも料理をしながら何かをするというのはおすすめだぞ。料理ですか？ああ、実は料理自体が認知症予防効果が非常に高い脳トレになる。え、そうなんですか？料理というのは買い物の段階から献立を決めて、料理の手順を思い出し食材を選ぶ。そして調理中は食材をカットしながら鍋の火加減を気にしたり、手順を段取りしたり、お皿への盛り付けを考えてみたりと、初めから終わりまで脳がフル回転するんだ。おお、言われてみれば考えることもやることもたくさんありますね。それをさらに歌いながらやってみたり、テレビを見ながらやるなど、いくつかの作業を並行して行うことは脳の神経伝達ネットワークの働きを高めて脳を鍛えるトレーニングに最適なんだ。実際に料理をすることにより脳が広範囲で活性化することは東北大学の研究などでも明らかになっている。おお、料理すごい。買って食べるだけではなく、たまには栄養バランスを考えた料理を作ってみるといいぞ。最近コンビニ弁当多いからな。今度挑戦してみます。最後は認知症を防ぐ食生活だな。料理の話をしたついでに、認知症予防に効果的な食事について話しておこう。認知症というのはさっき説明したように生活習慣病だ。つまり食生活を改善することは認知症予防にかなり効果的だ。認知症にならないための食生活の基本ルールは次の4つだ。1、バランスの良い食事を心がける。2、糖質を控える。3、抗酸化物質を積極的に摂る。4、塩分を控える。え、なんかめっちゃ普通というかよく聞くやつですね。ああ、健康診断などで同じことを言われた人も多いかもしれないが、認知症が糖尿病の仲間である以上、生活習慣病を予防するこれらの食生活を実践すれば認知症は防げるんだ。なるほど、特別なことは必要ないんですね。それを踏まえて認知症を予防する5つの食材も紹介しておく。1、青魚。2、野菜や果物。3、大豆製品。4、オリーブオイル。5、コーヒー、緑茶だ。青魚やオリーブオイルには脳のゴミがたまるのを防ぐ作用があり、野菜や果物に含まれるビタミン C やビタミン E などの抗酸化作用を持つビタミンは認知症予防に効果的だという研究結果がある。おお。そして大豆類に含まれる大豆サポニンには認知症の原因になる高血圧や動脈硬化を防ぐ作用がある。またカフェインを摂るのも効果的だ。オランダの研究ではコーヒーを1日3回飲む高齢者は認知機能が低下しにくく、日本の研究でも緑茶を1日2杯以上飲むのが認知機能の維持に効果的だということが判明している。なるほど、今日から食生活見直します。まとめだな。脳の老化イコール認知症ではない。物忘れと認知症は違う。アルツハイマーの原因は脳のゴミ。認知症は治らない、だから遅らせる。認知症は生活習慣病だった。未知の出来事で脳が活性化する。ながら作業で脳が活性化する。食生活で認知症を防ぐだな。認知症ってちゃんと予防できるものなんですね。生活習慣病っていう感覚は全くありませんでした。ああ、多くの人がそういう感覚だろうな。だが糖尿病と同じように生活習慣を改善していけば十分予防できるものなんだ。一度認知症になってしまったらそこから戻ってくることはできないから、そうなる前にしっかりと生活習慣を改善しておくべきだな。そうですね。認知症になって家族に迷惑をかけたくないので、乱れた生活習慣を見直して脳を活性化させていきます。それがいいな。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。